ザ・ローリング・ストーンズは、イギリスのロックバンド。1962年4月のロンドンで、ブライアン・ジョーンズ、イアン・スチュワート、ミック・ジャガー、キース・リチャーズによって結成。その後間もなく、ビル・ワイマンとチャーリー・ワッツが参加した。結成当初のリーダーは、ジョーンズであったが、後に、ジャガーとリチャーズが、コンビで作曲を行い、グループをリードするようになった。 1969年、ジョーンズは体調不良と法律問題のためバンドへの貢献が減少し、ツアーへの参加もできなくなり、バンドを脱退、その3週間後にプールで溺死した。ジョーンズの後任として、ミック・テイラーが加入、1974年に脱退するまで活動を続けた。その後、ロン・ウッドが加入する。ワイマンは、 1993年にバンドを脱退、公認としてダリル・ジョーンズがベースを担当するようになるが、正式メンバーとしては加入していない。スチュワートは、1963年に公式メンバーから外されるが、バンドのロードマネージャーを続け、1985年に死去するまでピアニストとして、ツアーやレコーディングに参加した。百八十二年以降は、チャック・リーベルが、 バンドのキーボードを担当している。1960年代前半から現在まで半、世紀以上、一度も解散することなく、第一線で活躍を続ける、ロック界の最高峰に君臨するバンドである。エアロスミス、プライマルスクリームやジェット、日本では、沢田研二とザ・タイガース、萩原健一とザ・テンプターズなど多くの、グループサウンズのバンド、今和の清志郎と RC サクセション、 アイカマコト、チャーなど、ローリングストーンズに影響を受けたアーティストは数多く存在する。ストーンズは労働者バンドというイメージが強いが、ミック・ジャガーとブライアン・ジョーンズは中流階級の出身である。ストーンズは当初ヨーロッパでの人気が高まり、間もなくブリティッシュ・インベイジョンの一派として北米での成功を収めた。イギリスでは十二作のスタジオアルバム、十一枚の ライブアルバム多くのコンピレーションをリリースし、現在までの全世界での売り上げは2億枚を超える。スティッキーフィンガーズはその後アメリカで8連続の1となるアルバム群の最初の1枚であった。最新作のアビガーバンは2005年にリリースされた。1989年にロックの殿堂入りした。ストーンズの出現は 最初のアーバンブルースの世界的な人気の高まりの象徴の一つであった。バンド名はシカゴブルースの巨匠マディ・ウォーターズのローリンストーンにちなんで当時リーダーであったジョーンズが命名した。ストーンズの活動継続と関連に関して評論家のロバート・パーマーは彼らはより短命なポップファッションが現れたり消えたりしているンリズムブルースとソウルミュージックの中で 伝統的な真実に根ざしていることによると語っている。初期のレパートリーでは、リズムブルースとブルースのカバーが多くを占めていたが、その中には、いつもロックンロールが含まれていた。代表曲として、サティスファクション、一人ぼっちの世界、黒く濡れ、タイムイズ、オン・マイ・サイド、ルビー・チューズ・デー、夜をぶっ飛ばせ、悪魔を哀れむ歌、ジャンピン・ジャック・フラッシュ、ホンキー・トンク・ウィメン、 ブラウン・シュガー、ダイスを転がせ、悲しみのアンジー、ミス・ユー、スタート・ミー・アップなど、数多くのヒット曲がある。ローリング・ストーン氏の最も偉大なアーティスト100にて4位。ウォール・ストリート・ジャーナルの史上最も人気のある100のロックバンドにて5位。1950年代初め、キース・リチャーズとミック・ジャガーは幼馴染であり。 双方の一家が引っ越すまでダートフォードのウェントアースプライマリースクールでの旧友であった。1960年、シドカップアートカレッジの学生であったリチャーズとロンドンスクール・オブ・エコノミクスの学生であったミックがダートフォード駅で再会する。ミックが持っていたチャックベリーとマディ・ウォーターズのレコードでお互いの興味が明らかになって友情が復活し、ディック・テイラーを加えてのバンド、 リトル・ボーイ、ブルーザ、ブルー・ボーイズ結成につながる。3人は、アーリング・ジャズ・クラブで、アレクシス・コーナーの、ブルース・インコーポレーテッドのステージに、ゲスト出演していたブライアン・ジョーンズのスライドギターを、目の当たりにして、衝撃を受ける。ブルース・インコーポレーテッドには、後に、ストーンズのメンバーとなるヤン・スチュワートとチャーリー・ワッツも、参加していた。イアンは練習場所を見つけ、 ブライアンと共に加入し、バンドはシカゴブルースを演奏するようになった。名前も決定していないバンドは、ミック、ブライアン、イアンに加え、ミックが強要して加えたキースと共に、最初のリハーサルを行った。リハーサルには、ギタリストのジェフ・ブラッドフォードとボーカリストのブライアン・ナイトも参加したが、二人は、ミックとキースが好むジャックベリーやボディドリーの曲を、 演奏することに異論を述べ、バンドへの加入を拒否した。1962年6月のラインアップは、ミック、ブライアン、キース、イアン、ディック、およびドラマーのトニー・チャップマンであった。キース曰く、ブライアンが、ジャズニュースがミとの電話の間に、バンド名を決定したという。バンドの名前を尋ねられたブライアンは、床にあったマディ・ウォーターズのレコードを見て、その中の一曲、 ローリンストーンをバンド名にした。1962年7月12日、バンド名はマーキークラブそのままにザ・ローリンストーンズ・ザ・ローリンストーンズとして最初のギグを行った。ラインナップはミック、キース、ブライアン、ピアノにイアン、ベースにディック、ドラマーはミック・エボリーであった。ブライアンとイアンはシカゴ・ブルースを演奏したがったが、 ミックとキースが好むチャックベリーやボディドリーの演奏にも同意した。ビル・ワイマンは1962年12月に加入し、チャーリー・ワッツは翌月の1963年1月に説得されて加入、バンドのリズム隊が確定した。ビルがメンバーに引き込まれた理由が当時大出力のベースアンプを所有していたからというジョーク混じりの他メンバーのインタビューもあった。 当時のマネージャーであったジョルジオ・ゴメルスキーは、クローダディ・クラブに、日曜日の午後のステージを固定した。ゴメルスキーは、クローダディ・クラブが、ブルースの国際的なルネッサンスの引き金となったと、語った。マージー・ビーツブームの到来とともに、ゴメルスキーは、クローダディでのショーを、スー・イン・ギン・ロンドンの到来の有力な側面と記した。ビートルズのパブリジストであったアンドリュー・ルー・グ・オールダムが、 バンドのマネージャーに就任したが、彼は19歳とバンドのメンバーよりは各エージェントのライセンスを取得するのが不可能であった。したがって、アンドリューの母が息子に代わってサインをし、オールダムとベテランのブッキングエージェントであるエリック・イーストンの間の協力関係が築かれた。ゴメルスキーはバンドとの契約書を交わしておらず、オールダムがマネージャーになることは相談されなかった。 オールダムはバンド名の綴りをザ・ローリン・ストーンズからザ・ローリング・ストーンズへ変え、リチャーズの性ももっとポップに見えるからとリチャードと会させた。スチュワートはオールダムの構想に合わず、ワイマンによれば可愛くて痩せっぽちの長髪の少年は1963年5月にメンバーから外されロードマネージャーとなり、1985年に 死ぬまでバンドのピアニストを担当した。とのことであった。彼らは、新しい演奏、作曲とレコーディングの完全なコントロール、マスターテープの所有権に対するロイヤリティとして、当時の典型に対して3倍の額を得ることができた。また、デッカとの契約で、オールダムは、デッカのスタジオではなく、リージェントサウンドスタジオを使わせることにした。リージェントは、モノラルの設備で、 音響処置のため天井は卵ケースが貼り付けられ、都合の良いスタジオとなった。オールダムはレコーディング経験はほとんどなかったが、ストーンズのプロデューサーとなり、リージェントについて音が漏れ出て楽器から楽器へ正しい方法で音楽が作り出される雑音の壁といった。リージェントの使用量は低額で、バンドは当時一般的であった3時間分を予約する代わりに、 長期間にわたって、レコーディングや練習を続けることができた。イギリスでのファーストアルバムでは、すべての曲が、リージェントで録音された。オールダムはストーンズが独立スタジオを使用している、ことを音楽雑誌に宣伝し、EMI に管理されたビートルズよりも、独立した存在であることをアピールした。オールダムは、普通の人たち。スタジオでは男たちのために汗をかく。と語っている。 オールダムはイギリスのファーストアルバムでは微笑まないメンバーの写真を使いあなたの娘をストーンズと結婚させたいかという挑発的な見出しを乗せ結局ビートルズの不快な対象としてバンドを宣伝することを止めたオールダムはバンドに同じスーツを用意したがメンバーは公式の場にカジュアルな服装で現れるのに戻ったビルによれば俺たちの評判とイメージが悪垣だってのは 後からやってきた。それは完全に偶然でアンドリューが仕込んだものじゃない。彼は単にそれを徹底的に利用しただけさ、と語っている。デビューシングル、チャックベリーのカバーであるカムオンは1963年6月7日にリリースされた。ストーンズは同曲をライブで演奏するのを拒否し、デッカは宣伝の広告看板を1枚だけ買い上げた。 オールダムの指示でファンクラブの会員がシングルを購入し、カムオンはイギリスのシングルチャートで21位に上昇した。シングルがチャートインしたことでバンドはロンドンの外で演奏する機会が与えられ、7月13日にミドルズブラのアウトルッククラブでホリーズと共演することとなる。その年の後半にオールダムとイーストーンはボディドリー、リトルリチャード、エヴァリーブラザースといった アメリカのミュージシャンたちをサポートする初の UK ツアーを計画した。この1963年秋のツアーは経験の少ないバンドにとってステージのトレーニンググラウンドとなった。アムステルダムのアムステルダムスキポール空港でこのツアーの間にストーンズはセカンドシングル彼氏になりたいを録音した。この曲はレノン・マッカートニーによるものでイギリスで12位を達成した。 3枚目のシングル、バディ、ホリーの Not Fade Away は1964年2月にリリースされ3位を記録した。オールダムの提案で、ミックとキースは共同で曲を作り始めた。最初の曲を彼はメソメソした模倣と評した。曲作りのペースが進まなかったため、ファーストアルバムザ・ローリングストーンズの収録曲はカバーが大半で、 ジャガー・リチャーズのオリジナルはテルミーのみであった。また、2曲のクレジットはナンカー・フェルジと記載された。これは、バンド全員のペンネームであった。1964年6月に行われた最初の US ツアーは、ビル・ワイマンによれば、災害であった。俺たちが到着した時、俺たちにはそこでのヒットレコードも、その他のものも持っていなかった。ツアーはそのほとんどが、 ガラガラという状況であったが、ストーンズは積極的にメディアへの露出、ライブ活動を行った。ディーン・マーティンのバラエティショー、ザ・ハリウッド・パレスでは、マーティンはバンドの演奏と髪型をからかった。このツアーの間に、バンドはシカゴのチェス・スタジオで2日間のレコーディングを行い、マディ・ウォーターズを含む多くのミュージシャンから大きな影響を受けている。 これらのセッションで録音された曲には、初のイギリスナンバー1となったボビー・ウーマックのカバー、It's All, Over Now も含まれた。アメリカでの成功が本格化していない頃、本国イギリス並びに、ヨーロッパではすでに人気が高まっており、イギリスでは、ファーストアルバムが12週連続、ナンバーワンに輝いている。1964年8月には、オランダのスヘフェ人間でコンサートを行うが、 観客が乱闘を始めたため、約15分で中止となった。1964年にリリースされた T.A.M.I. 賞では、ジェームス・ブラウンザ・フェイマス・フレームスに続いて収録された。ミックは2003年に、俺たちは実際にはジェームス・ブラウンの後には演奏していないよ。なぜならそれぞれのセクションの撮影の間には1時間の間があったからなんだ。 それにもかかわらず、彼はそのことにすごくイライラしていた。と語っている。10月25日にバンドはエド・サリバン賞に出演した。その際に巻き起こした騒動で、サリバンは以降彼らの出演を禁止したが、後に再び出演している。アメリカでのセカンドアルバム12号はこのツアーの間にリリースされている。 本作もファーストアルバム同様に大半の曲がカバーであったがオリジナル曲も増加した。イギリスでの5枚目のシングルウィリー・ディクスンのカバーリトル・レッド・ルースターは1964年11月にリリースされ2枚目のイギリスナンバーワンとなる。これはブルース曲として初のナンバーワンであった。アメリカでのディストリビューターであるロンドンレコードはリトル・レッド・ルースターの シングルリリースを拒否した。ロンドンは1964年12月に、ジャガー・リチャーズのオリジナル曲、Heart of Stone し、w ホワット r シェイムをリリースした。Heart of Stone は、アメリカで19位となった。セカンドアルバム、The Rolling Stones No.2 は1965年1月に、リリースされ、チャート1位となり、アメリカ版は2月に、The Rolling Stones Now。が、 リリース、チャート5位となる。アルバムは、シカゴのチェススタジオ及び、ロサンゼルスの RCA スタジオで録音された。1965年の1月から2月にかけて、バンドは、オーストラリアとニュージーランドで34回のショーを行い、10万人が動員された。ジャガー、リチャード名義で作曲した曲で、最初に、イギリスのシングルチャート1位になったのは、ラストタイムであり、 同曲はアメリカでは9位であった。キースは後にこの曲をストーンズにとって作曲について考える橋渡しとなった曲だ。それは俺たちに信用のレベルを与え、どのようにやっていくかの小道となった。との認識を語った。バンドにとっての初の世界的ナンバー1ヒットはサティスファクションであり、同曲は1965年5月3回目の 北米ツアーの間に録音された。ファズで歪ませた特徴的なギターリフで始まり、キーズは、ホーンセクションをガイドにしようと思い描いた。オールダムは、意見をことにし、ホーンをオーバーダブせずに、サティスファクションをリリースした。サティスファクションは1965年6月にアメリカでリリースされ、全米で4週連続、ナンバーワンとなる。以後、このソングライターチームによって南極もの、 大ヒットナンバーを生んでいる。アメリカ版、アウト・オブ・アワ・ヘッツもチャートナンバーワンとなる。同作には7曲のオリジナル収録された。ストーンズの世界的ナンバーワンとなった2番目の曲、ひとりぼっちの世界は1965年秋にリリースされ、続いてアメリカでディッセンバーズ・チルドレンがリリースされた。 1965年北米ツアーの広告写真1966年4月にリリースされたアフターマスはストーンズにとって全曲がオリジナルとなった初のアルバムであった。このアルバムでブライアンはギターとハーモニカばかりでなく多くの貢献を果たした。中東からの影響を色濃くした黒く濡れではシュタールを演奏しバラードのレディ・ジェーンではダルシュマーを演奏した。 また、アンダーマイサムではマリンバを演奏した。そして、12分にも及ぶ、ゴーインホームは、トップセラーのロックアルバムに収録された初の、ジャムセッションとして注目された。ストーンズのイギリス及びアメリカにおける、シングルチャートでの成功は1966年に、ピークに達した。19回目の神経衰弱の後には、最初の英米ナンバー1の、黒く濡れ、が続いた。 マザーズ・リトル・ヘルパーはアメリカでのみシングルリリースされ8位となった。同曲は麻薬乱用問題に言及した初のポップソングの一つであった。この曲でミックは通常使うアメリカ南部のアクセントよりも自身の自然なロンドンなまりで歌っている。1966年9月のマザー・イン・シャドウはいくつかの点で注目に値した。ストーンズの曲で初めて ブラスセクションを取り入れ、ジャケット裏の写真は助走したメンバーのものであった。また、ピーター・ホワイトヘッドによって、初のプロモーションフィルムが作られた。1967年1月、ビトウィーン・ザ・バトンズがリリースされる。本作は、アンドリュー・オールダムがプロデューサーとして関わった最後のアルバムであった。アメリカ版では両 A 面シングルの、夜をぶっ飛ばせ、C。 WLB Tuesday が収録され、アメリカでは1位、イギリスでは3位となった。バンドは、ニューヨークで、エドサリバン賞に、出演、夜をぶっ飛ばせを演奏したが、歌詞を、Let's Spend Some Time Together に変えるよう要請された。1967年の前半、ミック、キース、ブライアンは気晴らしで始めた麻薬に対して、ニュースオブザワールド紙が、ポップスターズドラッグス、 ファクツ・ザット・ウィル・ショック・ユーと題した三部構成の記事を発表した後、当局による摘発を受ける。記事では、ザ・フーのピート・タウンゼントやクリームのジンジャー・ベーカーらが、参加したムーディ・ブルースが主催した LSD パーティーについて述べ、トップスターたちが薬物を使用していることを暴露した。最初の記事ではどのンがターゲットにされ、第2回で、ストーンズがターゲットにされた。 記事の提供者は、ロンドンの高級クラブ、ブレイズで一晩を過ごしたが、そこで、ストーンズのメンバーは数個のベンゼドリンの錠剤を所持し、ハッシュの欠片を示し、彼の住居に仲間を誘って、それを吸ったとされた。記事ではこれは、ミック・ジャガーのことであるとしたが、これは間違いであったとされた。事実提供者はこれは、ブライアン・ジョーンズのことであるとした。記事が発表された夜、 ミックは、エーモン・アンドリュースのトークショーに出演、同志を名誉毀損で訴えると発表した。一週間後の2月12日日曜日、サセックス警察は、キースの運転手からの内通を受けて、レッドランズのキースの自宅で行われていたパーティーを捜査した。逮捕者はいなかったものの、警察は、麻薬容疑の証拠品を押収、後にミックとキース及び、友人のョウロバート・フレイザーが告発された。 キースは2003年にレッドランズで警察に捕まった時、俺たちはこれが全体の異なったボールゲームであり、楽しみが止まったんだと突然分かったのさ。その時までそれはまるでロンドンが自分が欲しい時にできた美しい空間に存在しているかのようだったんだ。警察の捜査責任者は後に加えた。私がそれを聞いた時、彼は二度と同じように歩かなかった。 警察の捜査の結果を待っている間の1967年3月、ミック、キース、ブライアンはマリアンヌ・フェイスフル、ブライアンのガールフレンドのアニタ・バレンバーグなどの友人と一緒にモロッコへの短期旅行を行った。この旅行の間にブライアンとアニタの関係は悪化し、アニタはキースと共にモロッコを離れた。キースは後に、そいつは、 俺とブライアントの棺の最後の釘だった。奴は俺を決して許さないだろうし、俺は奴を責める気はないが、最悪の出来事が起こった。と語っている。キースとアニタは、その後12年間を共に過ごした。このようにメンバー間の関係は複雑だったにも、かかわらず、ストーンズは1967年3月から4月に、かけてヨーロッパツアーを行った。このツアーでは、ポーランド、 ギリシャ、イタリアでの初のコンサートも含まれた。1967年5月10日、ミック、キースとフレーザーは、レッドランドでの一件に関連して逮捕された。同日ブライアンの自宅が警察によって捜査され、大魔所持の容疑でブライアンも逮捕された。メンバー5人のうち3人が麻薬容疑で逮捕されることとなり、ミックとキースは6月末に起訴された。 6月29日、ミックはアンフェタミン浄剤4条の所持容疑で3ヶ月の禁錮刑を宣告された。キースは自宅の敷地内で大麻の喫煙を許したことで、懲役1年の有罪判決を受けた。ミックとキースはその時点で投獄されたが、翌日には上訴を保留して保釈された。タイムズ氏は牛刀を持って、 ニワトリを咲くのは誰だフーブレイクス、A バタフライオン、A ホイール、マイナスと題したウィリアムリーズモックによる用語記事を掲載した。記事はミックが純粋に匿名の若者よりもマイナーな最初の犯罪ではるかに厳しい扱いを受けていたことを指摘している。上告の判決を待っている間、バンドはファンが示す、忠誠心への感謝の気持ちとして、ニューシングル、この世界に愛を、 を録音した。それは刑務所のドアが閉まる音で始まり、プロモーションフィルムにはオスカー・ワイルドの裁判の暗示が含まれていた。7月31日に控訴裁判所はキースの判決を覆し、ミックの判決は条件付き釈放に至った。ブライアンの裁判は1967年11月に行われた。最初の休憩を控訴した後の12月にブライアンはセンポンドの 罰金を課せられ、3年間の保護観察と専門的な治療を受けるよう命じられた。1967年12月、ビートルズのサージェント・ペパーズ・ロンリー・ハーツ・クラブバンドリリース直後にサタニック・マジェスティーズがリリースされた。サタニック・マジェスティーズは、ミック、キース、ブライアンが訴訟問題を抱えるという難しい状況の下でレコーディングが行われた。 バンドはこのセッション中に、プロデューサーのアンドリュー・オールダムと他元を分かった。この分裂は少なくとも公的には、友好的であったが、ミックは2003年にアンドリューが去った理由は、彼は、俺たちが集中していないと考え、俺たちは幼稚であると思ったからだ。本当に最悪な瞬間だった。そして俺はアンドリューにとっても最悪な瞬間だったろうと思ったよ。 そこには気を散らすようなことがたくさんあって、その時点で集中させる必要があった。それは、アンドリューの仕事だった。と語っている。このように、サタニック・マジェスティーズは、ストーンズが自らプロデュースした最初のアルバムとなった。そのサイケデリックなサウンドは、カバーアートで保管され、マイケル・クーパーによる 3D 写真が貼り付けられた。クーパーは、 サージェント・ペパーのカバー写真も担当していた。ビル・ワイマンのイン・アナザー・ランドはシングルカットもされたが、これはミックがリードを歌わなかった初の曲となった。キース・リチャーズ、1972年バンドは1968年前半の数ヶ月間、次のアルバムの素材に取り組んだ。このセッションから5月にシングルとしてジャンピン・ジャック・フラッシュがリリースされた。 この曲とアルバム、ベガーズ・バンケットは、カントリーソングとブルースからインスパイアされた曲を網羅し、バンドのルーツへの回帰を示し、プロデューサーのジミー・ミラーとのコラボレーションの始まりとなった。本作には、ストリート・ファイティング・マンと悪魔を哀れむ歌も収められた。悪魔を哀れむ歌は、歌詞が神を冒涜しているという宗教団体からの抗議が起こり、 このアルバムが大量に燃やされるという事件があった。この曲のレコーディング風景はジャン・リュック・ゴダール監督による音楽映画1、プラス1として記録されている。ベガーズ・バンケットはリリース直後、好意的に評価された。キースはこの頃からリズムパートにオープンチューニングを使い始めた。1968年にはオープン E、または オープン D チューニングが最も顕著だった。1969年になると、しばしば5弦のオープン G チューニングを使うようになり、1969年のシングル、ホンキー・トンク・ウィメン、ブラウン・シュガー、ダイスを転がせ、ハッピー、スタート・ミーアップなどで聴かれるようになった。1968年末には、ロックンロール・サーカスの撮影が行われた。同作には、ジョン・レノン、 モノヨーコ、ザ・ダーティ・マック、ザ・フー、ジェスロ、タル、マリアンヌ・フェイスフル、タジマ・ハールらが出演した。映像は28年間にわたって公開されなかったが、最終的に1996年に正式にリリースされた。2004年10月には DVD 版がリリースされた。ベガーズ・バンケットのリリース後、ブライアン・ジョーンズはますますトラブルを起こし、バンドへの貢献は、 散発的なものとなっていた。ミックはブライアンがこの生き方には心理的に適していないと述べている。彼の薬物使用は障害になっており、彼はアメリカ合衆国のビザを取得することができなかった。キースはブライアンの家で6月に行われたミック、キース、チャーリーの話し合いで、ブライアンは再びロードに出ることができないと認め、俺はやめる。 そしてもし俺がそうしたければ俺は戻ってくることができる。と言ってバンドを脱退したと伝える。脱退から1ヶ月足らずの1969年7月3日、ブライアンはハートフィールドにあるコットフォードファームの自宅のプールで不思議な状況のもとに歴史しているところを発見された。ちなみにブライアンっは以前熊野プーさんの作者として有名な エイエミルンが住んでいた家でもある。ストーンズはブライアンの死から2日後となる7月5日にロンドンのハイドパークにあるブラックヒルエンタープライズの無料コンサートで演奏を行う予定だった。彼らはブライアンの追悼としてコンサートを行うことに決めた。ブライアンの公認となる新ギタリストはジョン・メイウォールブルース・ブレイカーズ出身のミック・テイラーに決定し、 テイラーとの最初のコンサートは推定25万人のファンの前で行われた。演奏はグラナダテレビの制作チームによって撮影され、イギリスではストーンズ・イン・ザ・パークとして放映された。ミックはパーシー・ビッシュ・シェリーが友人ジョン・キーツの詩を一んで書いた詩、アドナイスからの一節を朗読した。彼らはブライアンの記憶の中で何千匹もの蝶を放った。ショーのオープニングでは、 ジョニー・ウィンターの I'm yours and I'm hers が演奏された。また次回作のレッド・イット・ブリードからの未発表曲 Midnight, r ラ m b l 虚しき愛及びメインストリートのならず者からの Give Me a Drink も演奏された。このコンサートはリリースされたばかりのホンキー・ y ンク・ウィメンの初演でもあった。ブラックヒルエンタープライズのステージマネージャー、サム・カトラーは彼らを 世界最大のロックンロールバンドとして紹介した。カトラーは、その後ストーンズのロードマネージャーとなり、69年、アメリカツアーでは前日の紹介を繰り返した。レッド・イット・ブリードは12月にリリースされた。60年代の最後のアルバムである本作には、ギミー・シェルターが収録された。この曲では、女性ボーカリストとしてメリー・クレイトンが起用され、 有名なソロ部分を歌っている。その他には、無情の世界、ミッドナイト、ランブラー、ロバート・ジョンソンのカバーである、虚しき愛が含まれた。ブライアンとテイラーは、それぞれ2曲に参加している。ストーンズは、アメリカツアーの直後、サンフランシスコから東に約50マイル離れた、オルタモントスピードウェイで行われた、オルタモントフリーコンサートに出演した。 このコンサートでは暴走族ヘルズ・エンジェルスが警備に雇われたが、観客の黒人青年、メレディス・ハンターが武器を持っていたとして、彼を視察するという、いわゆる、オルタモントの悲劇が起こった。ツアーの一部とオルタモントコンサートの様子は、メイスルズ兄弟の手によって、ギミーシェルターに収められた。また、海賊版が広く出回るようになったため、その対応として、 ゲットヤーやヤズアウトが1970年にリリースされた。評論家のレスターバングスは史上最高のライブアルバムと評している。この年の大晦日には60年代のヒット曲を特集した BBC 制作の番組ポップゴーザィーズに出演し、ストーンズはギミーシェルターを演奏している。ミック・テイラー1972年1970年バンドは アラン・クレインを及びデッカレコードとの契約を終了した。クレインとの契約紛争の間に、バンドは自らのレーベル、ローリング・ストーンズ・レコードを設立した。同レーベルからの第一弾作品として、スティッキー・フィンガーズを1971年3月にリリースした。アルバムジャケットはアンディ・ウォーホルがデザインした。同作には、ブラウン・シュガー、ワイルド・ホースが収められたが、 これらは1969年のアメリカンツアー中にアラバマ州のマッスルショールズサウンドスタジオで録音されたものであった。アルバムはブルースの影響を強く受けた全2作の路線を引き継いでいた。その特徴としてルーズで今にも崩れそうな雰囲気を持ったアルバムであり、またミック・テイラーが完全参加した初のアルバムでもあった。 ストーンズのデッカでの作品権利はクレインのアブコレイベルが所有している。スティッキーフィンガーズのリリース後、バンドは金融面での勧告を受ける。効率課税に迫役したミックとキース、ビルの3人はフランス南部へ移住。バンドは移住直前にイギリスでフェアウェルツアーを行った。キースはビルシュルメールに家を借り、メンバーや友人たちと生活した。バンドは モービルユニットを使い、地下室でレコーディングを行った。そのマテリアルは、最終的に、ロサンゼルスのサンセットスタジオで編集が行われ、2枚、組アルバム、メインストリートのならずものとして1972年5月にリリースした。評論家、ロバート・クリスト号はこのアルバムを、A と評価し、レスター・バングズはこのアルバムに低評価を与えたが、数ヶ月のうちに、 その評価を一転させ、ならず者は、ストーンズの最高傑作の一つであると認めている。アルバム発表後、3年ぶりの全米ツアーを行った。その頃に撮影された映画、コックサッカーブルースと、レディースジェントルメンは、ツアーのドキュメンタリーであり、テリー・サザーンも出演している。1972年11月、バンドは、ジャマイカのキングストンでセッションを始める。 ヤギの頭のスープは1973年にリリースされた。シングル、悲しみのアンジーは世界的なヒットとなり、商業的には成功したが、生ぬるく容認された最初のアルバムであった。本作のセッションでは、数多くのアウトテイクが生じ、例えば、友を待つの初期バージョンも録音されていた。同曲は8年後に、姿勢の男で発表された。ビル・ワイマン。 1975年レコーディングは、ドラッグに関する別の法廷闘争で中断された。それは、フランス滞在当時まで遡り、キースの逮捕令状も発行され、他のメンバーは証言のため、フランスに戻らなければならなかった。これと、並行して、ミックのドラッグに関する裁判が行われ、73年、初めに予定されていた、パシフィックツアーの計画を複雑なものとした。 日本公演は前年に発表されていたがメンバーの麻薬所持による逮捕歴やビートルズ来日の時のような混乱を避けるためという理由により入国許可が降りずチケットが完売していたにもかかわらず公演が直前になって中止にその後1990年の初来日までストーンズのライブは夢のまた夢と言われていたキースは6月にイギリスで逮捕された その後3年ぶりのヨーロッパツアーはフランスを迂回して9月から10月にかけて行われた。バンドはミュンヘンのミュージックランドスタジオで次回作のレコーディングを行う。アルバム It's Only Rock n Roll は1974年にリリースされたがジミー・イーミラーは麻薬の問題もありプロデューサーを降りていた。代わってミックとキースがグリマーツインズとしてプロデュースを行った。 アルバムのタイトルナンバー、It's Only Rock'n'Roll は名義こそ、ジャガー、リチャーズになっているものの、実際には、ロングッドが作曲し、ミックが詞をつけるという意外な形で完成された。これは、同曲がもともと、ロングッドがソロアルバムのレコーディングのために曲を作っていたため。たかがロックンロール、でも俺は、それが好きなんだというストーンズの意き地とも言える歌詞は、 ロンウッドの自宅に来て酒を飲み交わしていた際にミックとフェイセズのメンバーであるケニー・ジョーンズとの口論から生まれたという。これが原因なのか定かではないが、同曲のボーカルはミックとケニーの二人が取っている。これは結果的に後のメンバー昇格する要因の一つだったと思われる。1974年の終わり頃になると、テイラーはメンバーとして我慢がならなくなっていた。 バンドの状況は複雑なものになっており、互いに異なった国に住み、法的な問題が正常なツアーを制限するようになっていた。加えて、キースは薬物使用が進み、そしてテイラーは自身の創造的な貢献が認められていないと感じていた。年末、ミュンヘンでのセッションの間にテイラーはストーンズを脱退した。1980年に彼は、 僕は少しうんざりするようになっていた。僕は自分のギタリストとしての範囲を広げて他に何かしたかった。僕は当時本当は歌を書いたり作ったりしていなかった。僕はちょうど書き始めていたんだ。そしてそれは僕の決定に影響した。いただきからいただきへとずっと渡っていける何人かの人がいる。彼らは他の誰かの成功に沿って乗ることができる。そして それが十分でない何人かの人々もいる。僕は本当にそれが十分でなかった。と語っている。ロンウッド、ミック・ジャガー、1975年1975年、テイラーの公認ギタリストを探すため、ミュンヘンで後にグレートギタリストハントと呼ばれるオーディションを行った。このセッションに招待されたのは後にメンバーとなるロンウッドのほか、 ハンブルパイのリードギタリストであったピーター・フランプトン、ジェフ・ベック、ロリー・ギャラガー、ウェイン・パーキンス、ハービー・マンデルなどがいた。シュギー・オーティスもこのセッションに参加したが、加入には至らなかった。パーキンスとマンデルのプレイは、ブラックブルーに収められた。しかしながら、キースとミックは、ストーンズを純粋なブリティッシュバンドのままにして、起きたかった。ロンがオーディションを受けると、 万丈一致で決まった。ロンとキースはすでにレコーディングやライブで共演しており、イッツオンリーロックンロールの作曲及びレコーディングに貢献していた。彼はミックのオファーをフェイセズとの絆を理由に断っており、それは本当に俺にとって重要だったと語っている。ロンはストーンズの75年北米ツアーへの参加を公約したが、それは ロット・スチュワートがフェイセズを正式脱退し解散したことを受けてであって、諸説はありながらもこの時点をロンのローリング・ストーンズの加入とする説が一般的である。他のストーンズのメンバーとは異なり、およそ20年後にビルが脱退するまでバンドからサラリーを受ける立場であった。ビルの脱退後、ロンはバンドの収益面でもストーンズの正式メンバーとなった。ツアー・オブ・アメリカ75 1975年7月23日1975年、北米ツアーはニューヨークのブロードウェイにおいて行われたトレーラーのステージ上でのライブで始まった。サポートメンバーとしてロン、ビリー・プレストン、オリーブ・ラウンなどが参加した。公演によってはイアン・スチュワートが参加している。ステージには巨大なファルスとロープが現れ、ミックは聴衆の上でそれを揺り動かした。 ミックはトロントのエルモカンボクラブでのライブレコーディングを設定し、その様子はバンド久々のライブ版となった W ライブに収められた。1976年3月にロンロストーンズへの正式加入が発表され、同時にツアーも発表された。4月、前年のメンバーのままヨーロッパツアーを行うと同時にロン正式加入5発のアルバムブラックブルーがリリースされた。 しかしツアー中のキースはヘロインによる依存症状がかなり悪化し、公演中にイネムギホテルでは禁断症状が出て心臓が停止しかけるなどアクシデントが後を絶たなかった。それを見ていたロンは警察を誤魔化してわざわざヘロインを調達してきたというエピソードがある。ストーンズはツアーの締めとしてネブワースロックフェスティバルに出演し、25万人を 超える聴衆の前で演奏した。1977年2月、キースはトロントへの到着が遅れた。他のメンバーはすでにトロント入りし彼を待っており、キースに対してどこにいるのかと尋ねる電報を送っている。2月24日、アニタ・バレンバーグと共にトロントに到着したキースは税関によって足止めされた。荷物の中からカナビス 10g とヘロインの形跡が、 発見されたためであった。アニタは逮捕されたが、出廷を約束し釈放された。その3日後、アニタの逮捕状を持った、王立だ灘際警察が、キースの部屋を訪れ、22グラムのヘロインを発見した。キースは、麻薬密輸の罪で告発される。後に検察官は、キースが、カナダ到着後にヘロインを入手したと認めた。バンドは、エルモカンボクラブという、 小さなクラブでの2回のライブのためにカナダを訪問し、その際に起こった事件だった。ライブの様子はアルバム W Live に収録された。同時に、このカナダ訪問では、当時の首相ピエール・トルドーの夫人、マーガレット・トルドーとのスキャンダルがあり、マーガレットがショーの後にバンドとのプライベートパーティーに出席したことが判明するとより多くの論争が巻き起こった。 バンドが行った2回のライブは公には告知されず、エルモカンボはその週全部をカナダのバンド、エイプリルワインのレコーディングで予約されているとしていた。ローカルラジオ局の1050チャムが、エイプリルワインの無料ライブチケットを、ラジオ番組のコンテストの当選者に配布していた。当選者たちは金曜日と土曜日に行われたライブで、ローリングストーンズがステージに現れたのを見て驚いていた。 3月4日、アニタは空港での一件に関して罰金を命じられた。キースに対する裁判は1年以上長引くこととなった。結局は執行猶予を受け、おしゃワで2回のチャリティコンサートを行うよう命じられた。2つのコンサートは共にローリングストーンズとニューバーバリアンズの共演で行われた。この一件でキースはヘロインの使用を止めようと固く決心することとなった。 また、三番目の子供の死以来張り詰めていたアニタとの関係の終焉にも大きく影響した。さらにアニタはキースがヘロインを止めようと努力していた際もヘロインに感激するのを止めることはできなかった。キースが法的及び個人的な問題を解決しようとしていた間、ミックは飛び回る生活を続けていた。彼はニューヨークのディスコクラブ、スタジオ54の常連で、 しばしばモデルのジェリー・ホールと訪れていた。ビアンカとの結婚生活は長年の別居の後1977年に終了した。ストーンズは70年代前半からの人気を維持していたが、評論家たちはバンドの勢いが衰えたといい、レコードの売り上げも期待外れになった。 70年代後半にパンクムーブメントが生じると、その支持者はストーンズを年老いた金持ちの音楽であり、停滞して無意味であると批判した。これは1978年になると一変した。アルバム、女たちがリリースされ、ミスユー、ファーラウェイアイズ、ビースト・オブ・バーデン、シャッタードがシングルカットされた。これらはパンクムーブメントでの批判に対する返答とされ、大半が、 テンポの速い単純なギタードライブのロックンロールであった。アルバムの成功は若年層の人気回復に貢献した。アルバム発表と同時に全米ツアーが始まり、バンドはプロモーションとしてサタデーナイトライブに出演した。バンドは翌年のヨーロッパツアーは行わず、1967年以来3年ごとに行っていたツアーのルーチンは破られた。 1979年4月、裁判所の命令に従って、チャリティコンサートを押し、ヤワホールで開く。ニューバーバリアンズはよくキースがリーダーだと誤解されているが、実際はロンであり、メディアがこぞって、キースに注目したためと思われる。バーバリアンズは5月いっぱいまで全米ツアーを行った。メンバーは、ロン、キース、イアン・マクレガン、スタンリー・クラーク、ジョセフ・モデリステ、 ボビー・キーズ。このツアーの模様は、ロンが設立したレコード会社よりライブアルバムとして2006年になってようやく日の目を見た。またロンは来日公演も考えたという。ストーンズは79年、80年頃にははっきりスランプに陥っていた。これをズバリ指摘したのは DJ 小林和也ぐらいである。女たちの成功に続いて、 ストーンズは1980年中頃にエモーショナルレスキューを発表したが、このアルバムの録音は、ミックとキースの関係が悪化したことと、音楽的スランプのため、混乱に陥ったとされている。キースは未だにヘロインを使用していたとヤン・マクレガンは、語った。キースはまたアルバムのプロモーションとして80年の夏か、秋にツアーを行いたがったが、ミックはこれを拒否した。 エモーショナルレスキューはアメリカとヨーロッパで共に1位となり、シングルエモーショナルレスキューはアメリカで3位となった。1981年初めにバンドは再結集し、その年に全米ツアーを行うことを決定した。その年前半のわずかな時間でアルバムを作成し、ツアーのリハーサルを行った。姿勢の男は8月31日にリリースされ、 このアルバムより先行シングルで、ミックに80年代の代表曲と言わしめた、スタートミーアップがリリースされ、アメリカで2位、ビルボードのその年のチャートでは22位を記録した。2つの曲、ともお待つ、トップスでは、ミック・テイラーがギターをプレイした。一方、ドレーとともお待つでは、ソニー・ロリンズがサックスをプレイした。また、ハング・ファイヤーもビルボードのチャートで20位を記録した。 3年ぶりとなる。全米ツアーは公演の規模が70年代のツアーとは、破格の規模であり、9月25日から12月19日まで行われた。ツアーそのものは、非常にエネルギッシュで、それまでと比べるとかなり新鮮味のあるツアーとなっていた。同ツアーはその年の最高を売り上げたツアーとなり、いくつかのショーは録音された。その模様は、翌年にライブアルバム、 スティルライフとして発表された。また、1983年には、ハル・アシュビーによって、映画、Let's Spend the Night Together として公開された。この映画には、アリゾナ州天日のサンデビル・スタジアム、ニュージャージー州、メドーランズのブレンダンバーン・アリーナでの公演が収録された。1982年中頃、バンド結成20周年を記念するため、6年振りとなる、 ヨーロッパツアーを開始、前年の全米ツアーを踏襲したものであった。このツアーで、元オールマンブラザーズバンドのチャックリーベルが、サポートメンバーとして加わる。このヨーロッパツアーを最後に、ストーンズは1989年までライブ活動を休止することとなる。年末までに、バンドは、新しいレーベル、CBS と4作のアルバムのリリースを2800万ドルで契約した。 ストーンズ、1972年アトランティックとの契約を終える前の1983年後半に、ストーンズはアンダーカバーをリリースした。好意的なレビューとタイトルトラックのトップ10入りにも、かかわらず、アルバムの売り上げは期待に外れ、サポートのツアーも行われなかった。新たなレーベル、CBS レコードがアトランティックの給付を引き継いだ。 このアルバムのセッションの頃から徐々にメンバー内の人間関係が悪化し始め、ミックは CBS とソロ契約を結び、キースはこれに対して驚きを感じていた。そして、ミックは最初のソロアルバムのために1984年の大半を費やすこととなった。また、彼はストーンズの枠組みの中で無意味にされると感じていたと述べている。 1985年までにミックはソロレコーディングに多くの時間を費やし、ストーンズの1986年のアルバムダーティワークでは多くの曲がキース作のものであり、以前のアルバムよりロンが多くの貢献をした。本作はパリで録音され、キースがレコーディングを続けて先に進めたのに対しミックは休みがちであった。1985年6月、 ミックはデビット・ボーイと共にダンシング・イン・ザ・ストリートを録音、プロモーションビデオを撮影した。これはライブエイドのチャリティムーブメントの一環として行われたものであった。これはミックの最初のソロパフォーマンスの一つで同シングルはイギリスで1位、アメリカで7位を獲得した。1985年12月、バンドの共同設立者であり、キーボードを担当していたヤンス・スチュアートが 心臓発作により死去した。47歳であった。バンドは1986年2月、グラミー賞、ライフタイムアチーブメント賞を受賞する2日前に、ロンドンの100クラブで、プライベートの追悼コンサートを行った。ミックのソロ活動、チャーリーのアルコールやドラッグ依存で、人間関係がギクシャクしていた中、キースがうまく取りまとめ制作した。 ダーティワークは1986年3月にリリースされた。同作はアメリカでのトップ5ヒットとなったハーレムシャッフルが収録されていたにもかかわらず賛否両論の評価を受けた。また前年に死去したイアンス・スチュアートの短いピアノが最後に収録されている。キースとミックの関係は最悪で、ミックはアルバムプロモーションのためのツアーを拒否し、代わりにストーンズナンバーを含んだ。 自身のソロツアーを行った。キースはこの期間のミックとの関係を第三次世界大戦と呼んだ。バンド内のギクシャクした人間関係の結果、ストーンズはほぼ解散状態であった。ミックのソロシーズ・ザ・ボスとプリミティブ・クールはある程度の成功を得た。そしてストーンズが不活発なままの1988年に、 メンバーの中で唯一ソロ活動をしていなかったキースが、ついに自身のバンド、エクスペンシブ・ワイノーズを結成し、ソロ活動を開始、最初のソロアルバム、トーク・イズ・チープを発表した。同作は、ファンと評論家から好意的に受け入れられ、アメリカでは、ゴールドアルバムを獲得した。1989年前半、ロックの殿堂入りした。ミックとキースは憎しみを超えて、 ニューアルバムの制作を働きかけた。実に3年ぶりとなるアルバム、スティール・ホイールズは、ストーンズの氷河期の終わりを告げるものだった。シングルは、ミックスとエモーションズ、ロックハードプレース、オールモスとヒア・ユーサイがリリースされた。中でも、ミックスとエモーションズは、メンバーの和解を象徴するナンバーであり、人間関係の悪化より停滞していたバンド活動の、 停止に終止符を打つこととなった。また、コンチネンタルドリフトは1989年に、モロッコのタンジールで録音され、マスターミュージシャンオブジャジューカが加わった。コーディネートは、トニー・キングとシェリー・ナッティングが行い、BBC のドキュメンタリー、ザ・ローリング・ストーンズ・イン・モロッコが、ナイジェル・フィンチによって制作された。アルバムのリリースに続き、8年ぶりとなる、全米ツアー。 日本、ヨーロッパなどを含むワールドツアーを開始。ツアーの実施告知がイベント化したのもこの頃からである。前座は、リビングカラーとガンズローゼズなどが担当し、バンドには、ホーンセクション、バックアップシンガーのリサ・フィッシャー、バーナード・ファウラーが加わった。同ツアーからのライブアルバム、フラッシュポイントがリリースされた。同作には、新曲2曲、ハイワイヤー、 セックスドライブが含まれた。また、同ツアーから、iMAX 仕様のライブフィルム、アットザマックスが1991年に公開された。加えて、同ツアーでは、東京ドームでの初来日公演が実現した。麻薬常習などを理由に、以前は日本政府から許可が降りなかったもので、その後も何度か来日を果たすこととなる。このツアーは、ビル・ワイマンにとって、 最後のツアーとなった。ビルはストーンズを脱退したが、1993年1月まで、脱退を公式に発表しなかった。彼は、その後バンドの歴史を綴った、ストーンアローンを出版した。数年後には、リズムキングスを結成し、再び、レコーディングとコンサートツアーを始めた。スティール・ホイールズ・アーバン・ジャングルツアーの成功後に、バンドは、休息を取った。 チャーリー・ワッツは2枚のジャズアルバムをリリースした。ロニー・ウッドは11年ぶりに5枚目のソロアルバム、スライド・オン・ディスをリリースした。キース・リチャーズは1992年後半に2枚目のソロアルバム、メイン・オフェンダー主犯をリリースして、スペインとアルゼンチンでの大規模コンサートを含む、ショーツアーを行った。ミック・ジャガーは3枚目のソロアルバム、ワンダーリング・スピリットをリリースし、 セールスの成功と高評価を得た。同作は世界中で200万枚以上のセールスを記録し、アメリカではゴールドアルバムを獲得した。1993年1月のワイマン脱退後、ストーンズはバージンレコードと契約し、ライブアルバム3枚を除く、スティッキーフィンガーズからスティールホイールズまでの給付をリマスターの上再発、コンピレーション、ジャンプバックをリリースした。 1993年までに、ストーンズは次のスタジオアルバムの制作に入った。マイルス・デイビス及び、スティングのサイドマンを務めたダリル・ジョーンズが、ワイマンの代わりとして、チャーリー・ワッツによって選ばれ、ブードゥ・ラウンジのレコーディングに参加した。同アルバムはイギリスで1位、アメリカで2位を獲得し、高評価及び高い上げを達成、アメリカで、ダブル・プラチナを獲得した。 ワイマンが脱退した反動からか、ベースを中心とした低音重視の音作りをしており、曲調も新人バンドに戻ったようなみずみずしさのある曲が多く、評論家はアルバムのトラディショナリストな音に注目した。これは新たなプロデューサーのドン・ウォズによるところが大きかった。同作は1995年のグラミー賞ベストロックアルバムを獲得した。アルバムの発売に伴い、 1994年から95年にかけてブルールラウンジツアーが実施された。様々なコンサート及びリハーサルからの録音が編集され、ストリップドがリリースされた。同作ではボブ・ディランのカバー、ライクはローリングストーンがフィーチャーされ、それまでライブではあまり演奏されなかった、シャイン・アライト、スイート・バージニア、クモとハエといった曲が収められた。 1994年9月8日、ストーンズはニューヨークのラジオシティミュージックホールで MTV ビデオミュージックアワーズに出演、ラブイズストロングとスタートミーアップを演奏した。バンドは受賞式でライフタイムアーカイブメント賞を受賞した。ストーンズはインターネット上でコンサートを中継放送した最初のメジャーアーティストであった。 1994年11月18日に20分間のビデオガンボネを使用して1秒間あたり10フレームで放送された。放送はシンキングピクチャーズが技術を担当しサンマイクロシステムズが出資して行われた。この放送はストリーミングビデオの最初のデモンストレーションの一つであり本当のネット配信ではなかったが多くの技術が紹介された。キース・リチャーズ 2006年ストーンズの90年代を締めくくったブリッジズ・トゥ・バビロンは1997年にリリースされ賛否両論の評価を得た。シングルカットされた Anybody See My Baby? のプロモーションビデオにはアンジェリーナ・ジョリーがゲスト出演し MTV と VH1 で何度も放送された。また同年11月にリリースされた BB キングのアルバム デューシズワイルドに収録されたベング・ザ・コスト・トゥ・ビー・ザ・ボスのレコーディングには、ストーンズのメンバー全4人とサポートメンバーのダリル・ジョーンズが参加した。アルバム、ブリッジズ・トゥ・バビロンの売り上げは、前作とほぼ同様となり、続いて行われたブリッジズ・トゥ・バビロンツアーは、ヨーロッパを横断、北米を回って、その他の地域でも行われ、 バンドが未だ強力なライブパフォーマンスを行えることを証明した。再びライブアルバム No Security が本ツアーから編集されたが収録曲は Live With Me とザ・ラスト・タイム以外はライブとしては未発表の曲ばかりであった。1999年にはアメリカで No Security ツアーを開始し、ヨーロッパでは Bridges to Babylon ツアーを継続した。 ノーセキュリティツアーは近年の花火や巨大ステージのツアーとは対照的に簡素なステージで行われた。ミック・ジャガーは2001年後半に4枚目のソロアルバムゴッデス・イン・ザ・ドア・ウェイをリリースしたが賛否両論の批評を受けた。アメリカ同時多発テロ事件の1ヶ月後、ミックとキースはザ・コンサート4・フォーニューヨーク・シティに出演、バックバンドと共に地の塩とミス・ユーを演奏した。 2002年、バンドは結成40周年を記念した2枚組のベストアルバム、ホーティリックスをリリースした。同作には新曲4曲が収録され、世界中で700万枚以上を売り上げた。同年、旧市の死ぬ前に見るべき50のバンドの一つに選出された。また、2002年から2003年にかけてホーティリックスツアーが行われ、 人々は死ぬ前に見るチャンスが与えられた。このツアーは衝撃場やアリーナ、スタジアムでのコンサートが行われた。カナダのトロントでは、2ヘルプザシティと掲げたコンサートがモルソン、カナディアンドックス4トロントで行われ、サーズの流行で打撃を受けた都市に対する支援となった。バンドがトロントでコンサートを行ったのはスティール・ホイールズツアーのリハーサル以来であった。コンサートは、 約49万人が動員された。2003年11月9日、バンドは香港ハーバーフェストの一環として、香港における最初のコンサートを行った。同月に4枚組 DVD セット、4フリックスをリリース。バンドはこれを独占的に販売する権利をベストバイに与え、それを受けていくつかのカナダとアメリカにおける小売店では、ストーンズの CD と、 グッズが棚から撤去され、事情を説明する札が掲示された。12月12日、ミックはバッキンガム宮殿において、チャールズ皇太子からナイトの称号を授与された。2004年には、リックスツアーの模様を収めた2枚組アルバム、ライブリックスがリリースされ、アメリカでゴールドアルバムを獲得した。2004年11月には、イギリス音楽の殿堂入りの候補となった。 2005年7月26日、ミックの誕生日に、バンドは8年ぶりのニューアルバムのタイトルをアビー・ガーバンと発表した。アビー・ガーバンは9月6日にリリースされ、ローリングストーン氏をはじめとして、熱烈なレビューが行われた。シングル、ストリーツ・オブ・ラブは、イギリスとヨーロッパでトップ15のヒットとなった。収録曲、スウィート・ネオコンは、 ミックによるアメリカのネオコンに対する批判が含まれた。伝えられるところによると、同局は、キースの反対により、アルバムから削除されるところであった。彼はイラク戦争批判のために論争に巻き込まれた、リクシーチックスのようになるのを恐れたのかと尋ねられ、アルバムが来るのが先だと答え、俺は、少しの政治的な、コップの中の嵐によって、脇に逸らされたくない。と発言した。 アルバム発表に伴ったアビガーバンツアーは2005年8月に始まり北米、南米、東アジアで行われた。2006年2月バンドはミシガン州デトロイトで行われた第40回スーパーボールのハーフタイムでライブを行った。2005年末までにツアーの収益は1億6200万ドルを記録しストーンズ自身が1994年に記録した。 北米における最高収益を更新した。2006年2月18日には、リオデジャネイロのコッパカバーナビーチで無料コンサートを行い、150万人の観客動員となった。ストーンズ、2006年2006年3月から4月にかけて日本、中国、オーストラリア、ニュージーランドでの公演を行い、ストーンズはヨーロッパツアー前の休暇に入った。 この間にキースはフィジーで木から落下7.5メートル下の砂浜に叩きつけられニュージーランドの病院に入院した。この事故によりヨーロッパツアーは会社が6週間遅れることとなった。2006年6月ロンウッドがアルコール依存症の治療を続けていることが伝えられた。しかしながら再編成されたヨーロッパツアーの日程に影響を与えることはなかった。 2006年7月から9月まで21公演が予定されたが、そのうち2公演はミックの喉の問題によりキャンセルされた。2006年、北朝鮮の金正日の息子、金製鉄が韓国と共同で調整したエリック・クラプトンコンサートのピョンヤン開催が実現しなかったため、代わりとして韓国側からローリングストーンズのピョンヤン公演が打診され、 メンバーも開催に肯定的だったとされた。しかし、北朝鮮側から逆に大敗的すぎるとされて実現しなかったと伝えられた。2006年9月から北米ツアーのセカンドレグが始まり、2007年6月5日からヨーロッパツアーのセカンドレグが始まった。2006年11月までにツアーは4億3700万ドルの収益を上げ、 当時の最高額を記録したツアーとなった。北米ツアーは1億3850万ドルの収益を上げ、ストーンズ自身が2005年のツアーで達成した1億6200万ドル、同年の U2 のツアーが達成した1億3890万ドルに、次いで史上3位を記録した。ベルリン国際映画祭でのストーンズ、2008年、シャイン・アライトのプロモーションで、 マーティンスコセッシが2006年10月29日と11月1日のニューヨークビーコンシアターでのライブを撮影し、ドキュメンタリー映画ザ・ローリングストーンズ・シャイン・アライトとして公開された。同作にはゲストとしてバディガイ、ジャック・ホワイト、クリスティーナ・アギレラが出演している。映画のサントラ版シャイン・アライトは2008年4月にリリースされ、イギリスで2位。 アメリカで11位を達成した。これは、ストーンズのライブ版として、1970年の、ゲットヤーやヤズアウト以来の好順位であった。ビーコンシアターでのショーでは、アトランティックレコード元会長のアーメット・アーティガンが、ステージ裏で転倒、頭部を強打し2週間後に死亡した。2007年3月24日に、バンドは、ヨーロッパツアー、ビガー版2007を発表した。 2007年6月12日に4枚組 DVD ザ・ビッグ・ゲスト版がリリースされた。同作は7時間に及ぶドキュメンタリーで、オースティン、リオデジャネイロ、埼玉、上海、ブエノスアイレスでのコンサートが収められた。6月10日に、バンドは、ワイト島でのコンサートを行い、6万5000人を動員した。8月26日、ツアー最終公演が ロンドンのオーニーアリーナで行われた。ストーンズはツアー全体で5億5800万ドルの収益を上げ、ギネス世界記録に申請したことが発表された。ミック・ジャガーは2007年10月2日に未発表3曲を含むソロコンピレーション、ベリーベスト・オブ・ミック・ジャガーを発表した。11月12日に、アブコは2枚組 CD、ロールド・ゴールド・ベリーベスト・オブ・ザ。 ローリングストーンズをリリースした。これは1975年のコンピレーション、ロールドゴールドの再編集版であり、イギリスで26位を獲得した。ツアーからおよそ2年後の2007年のインタビューで、ミック・ジャガーは、バンドの引退時期を語るのを拒否した。僕は、ローリングストーンズがより多くのこと、より多くのレコード、そしてより多くのツアーを行えると確信している。 僕たちはそのいずれ求める計画はない。僕の考えとしては、僕たちが続けられると確信している。2008年3月に、キース・リチャーズは、シャイン・アライトのプレミアでのインタビューで、新しいスタジオアルバムを用意しているかもしれないという、噂を引き起こした。俺は、俺たちが別のアルバムを作るかもしれないと思うよ。この映画のプロモーションをする上で俺たちは、もう一度やるよ。 チャーリー・ワッツは仕事を中断したときはいつも体調不良のためだったと述べた。2008年7月、ローリング・ストーンズは EMI との契約を終了し、ユニバーサル・ミュージックと契約したと発表した。スティッキー・フィンガーズ以降のアルバムはユニバーサル参加のポリドールレコードから再発された。アメリカにおける1994年以前の作品の権利はマーキュリーレコードが有し、 1994年以降の作品の権利はインタースコープレコードが所有する。ユニバーサルミュージックはスティッキーフィンガーズ以前の作品の権利を有するアブコのディストリビューターでもある。秋の間にミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ミック・テイラーはプロデューサーのドン・ウォーズと共にメインストリートのならずものセッションにおける未完成曲へ新たなボーカルとギターのパートを録音した。 2010年4月17日、バンドは限定版の7インチアナログシングル未発表曲の Plundered My Soul をレコードストアデーにちなんで発表した。これはメインストリートのならずもの臨終版に収録された一曲で B 面は All Down the Line であった。4月23日、バンドはカンヌ国際映画祭に Stones in Exile メインストリートのならずものの真実のプレミアで 参加すると発表した。同作はメインストリートのならずものレコーディング時のドキュメンタリー映画であった。2010年5月23日、メインストリートのならずものがありマスター版として再発された。イギリスでは1位を達成し、これは同作が発表されて以来38年ぶりの記録であった。ストーンズは過去に発表した作品が再び1位を獲得した。 初のバンドとなった。アメリカでは発売第1週で7万6000枚を売り上げ、チャートでは2位を記録した。未発表曲10曲を加えた 2CD 版のメインストリートのならずものな他に未発表曲のみのメインストリートのならずものもリリースされ、27位を記録した。2010年10月11日、レディースジェントルメンが公開され、後に DVD で リリースされた。デジタルリマスターが行われ、アメリカ国内では特別の映画館で公開された。本作は、ザ・ローリング・ストーンズ・アメリカンツアー1972でのフォートワースとヒューストンでの4つのショーを編集したものであり、メインストリートのならずものがフィーチャーされている。当初は1974年に公開されたが、その後はビデオなどでのリリースは行われず、 数多くの海賊版として流通していた。2011年4月19日、ストーンズとも交流のある英国ピアニストのベン・ウォーターズが発揮し制作されたイアン・スチュワートへのトリビュートアルバムにメンバー全員が参加し、脱退したビル・ワイマンがレコーディングに、ミック・テイラーが記念コンサートに参加した。2011年10月4日、ストーンズは サムガールズライブインテキサス78を公開した。本作もデジタルリマスターが行われ、アメリカ国内では特別の映画館で公開された。内容は、女たちリリース後の US ツアー1978におけるフォートワースでのショーを収録したもので、11月15日には、ブルーレイ、DVD がリリースされた。2011年10月18日、 オフィシャル海賊版シリーズのデジタルダウンロード販売を Google Music 及び Stone's 公式通販サイト Stone's Archive 上で開始。第1弾として1973年ヨーロッパツアーの模様を収めた非公式ライブアルバムブリュッセルズアフェアをボブクリアマウンテンのリミックスを経て公式の下にリリース。以後も1年間にわたり1981年アメリカツアー 1975年アメリカツアー、1990年ジャパンツアー、2005年カナダシークレットギグ、1982年ヨーロッパツアーが順次リリースされた。ストーンズは2012年夏に結成50周年を祝ってハードカバーの写真集50をリリースした。バンドの象徴的なイメージである唇のロゴも新しいバージョンが使用された。 メンバーは2012年か2013年にワールドツアーを行う用意があると広く報じられた。7月にはキースがリハーサルを行ったことを認め、ミックも2012年の秋には再びステージでパフォーマンスを行うだろうと語った。7月13日から8月27日までロンドンのサマセットハウスで無料の写真展も開催された。9月には ブレッド・モーガンが監督する HBO のドキュメンタリーが公開されることとなった。このプロジェクトは2012年3月にローリングストーン市で告知された。このドキュメンタリーではバンドがクラブで演奏していた時代から世界最大のバンドに達するまでを記録すると言われている。約50時間に及ぶインタビューが行われ、その中には元メンバーのビル・ワイマンや ミック・テイラーへのものも含まれた。監督のモーガンは彼らが今までに行った中で最も大規模なグループインタビューであると語った。これは1988年に結成25周年を記念して作られた 25X5 以来のドキュメンタリーとなる。2012年8月30日、新たなドキュメンタリーのタイトルがクロスファイア・ハリケーンになることが明らかにされた。 これは1968年のヒットシングルジャンピングジャック・フラッシュの歌詞の一節から取られたものである。イギリスでは10月に劇場公開、年末には BBC2 で放送されるがアメリカでは HBO のプレミアだけが行われる。同作は2012年11月に全世界で劇場公開される。2012年8月30日バンドが11月に ロンドンのオーニーアリーナ及びブルックリンズ・バークレイズ、センターでライブを行うという噂が立ち込めるようになった。2012年9月4日、ストーンズは新しいコンピレーションアルバム GRRR を11月12日にリリースすると発表した。このアルバムは4つの異なったフォーマットでリリースされ、新曲が2曲収められる。ドゥームグルーム、ワンラストショットの2曲は、 パリのウィリアムテルスタジオで8月の数週間で録音された。2012年9月7日、バンドはクロスファイアハリケーンのロンドン、レスタースクエアにおける10月18日のプレミアに出席することが発表された。2012年11月より 50& カニングツアーをスタート。各公演にゲストを招いており、ビル・ワイマン、ミック・テイラー、エリック・クラプトン、ジェフ・ベック、 ブルース・スプリングスティーン、ジョン・メイヤー、デーブ・グロール、ウィン・バトラー、フローレンス・ウェルチ、レディ・ー・ガガラが参加している。2013年6月、客演としてはバンド史上初となるロックフェスティバルでのステージに立つ。さらに2013年7月には1969年以来44年ぶりとなるロンドン・ハイド・パークでの公演を2度行い、ライブ音源のダウンロード発売を伴って、 ツアーを終了した。2020年4月18日、レディー・ガガが発起人となり、フーと事前団体、グローバル・シチズンは、新型コロナウイルス対策支援のバーチャルコンサート、ワンワールド・トゥ・ャザー・アット・ホームを開催した。ジャガー、リチャーズ、ウッド、ワッツの4人はこのプロジェクトに参加し、ウェブ会議システムを利用して、それぞれの自宅で無常の世界を演奏。 撮影したライブ演奏を配信した。同年4月23日、新曲、Living in a Ghost Town を発表。正式メンバーではないが、キーボーディストのヤン・スチュワートがいる。彼は、オリジナルメンバーであったにもかかわらず、正式デビュー直前に、マネージャーのアンドリュー・ルイグ・オールダムから、顔つきが、ロックバンドとして、ふさわしくないとの理由で、正式メンバーから外され、 ストーンズのメジャーデビュー後はロードマネージャーとしてバンドに関わった。そのピアノやキーボードの腕前からレコーディングやツアーには必ず参加しており、1960年代は6人目のメンバー扱いだった。1970年代以降は頻度はやや減ったがダーティワークまでのアルバムに参加している。他にもごく一時期に参加したメンバーや長期にわたって、 レコーディングコンサートのサポートを務めているメンバーも存在するが、ローリングストーンズとしてロックの殿堂入りを果たしたのは以上の8人である。ローリングストーンズの音楽的ルーツは黒人音楽のブルースにある。デビュー曲のカムオンはチャックベリーのカバーである。彼らがデビューした1960年代初期、 アメリカにおいてはまだまだ黒人に対する差別が根強く、ブルースのレコードジャケットには黒人の顔写真を載せてはならないという監修のある、周さえ多かった。こうした時代にイギリス出身の白人のグループでありながら、黒人の音楽であるブルースを心から尊敬し、影響を受け、黒人になりきって歌や演奏に表現しようとしたバンドがローリングストーンズである。 彼らはさらにブルースだけでなく、モータウニやスタックスといったレコード会社に代表される同時代の黒人音楽も吸収した。ローリングストーンズの活躍は黒人音楽にルーツを持つ他の白人ミュージシャンが1960年代後半から1970年代初頭にかけて米英などで多数登場するきっかけとなったとも言える。 ローリング・ストーンズのサウンドの欠かせない特徴として、その独特のリズムがある。本来バンドであれば、ドラムとベースの絡みが重要と言われているが、ストーンズは違う。そのリズムの核となるのは、チャーリー・ワッツのドラムズ、キース・リチャーズが弾き出すリズムギターにある。この二人が絡むことで、その独特のリズムが生まれている。ギターがドラムと絡み合うことで、 当然ベースも独特な演奏をしていて、サウンドの核となるキースのギターラインと、そのギターに絡もうとする他の楽器パートの隙間を、まるで縫い合わせていくように弾いていることに特徴がある。キースのギターが中心となって、バンドの音を引っ張っていっていると言ってもいい。そのサウンドは、まさに唯一無二である。しかし、1993年に、ビル・ワイマンが脱退して以来、そのリズムが変わって、 サポートメンバーであるダリル・ジョーンズの弾くベースはより安定したものながらも、それに古くからのファンは不満があるようである。ローリング・ストーンズは様々な流行の音楽をも取り入れ、一部のメンバーの交代や様々なアクシデントを乗り越えつつ成長し、デビュー40周年を超えた21世紀に至っても、なお、ブルース・ルーツのロックンロールという音楽で、第一線で現役を貫き通している。 ありがとうございます。